はい、皆さんこんにちは。今回は帰化したサッカー選手についてです。あらゆる分野で帰化した方を確認しております。今回はサッカー選手についてです。たくさんいることが分かりましたが、そのうち20人ご紹介いたします。官報は国の機関紙です。広く国民に周知する内容ですが、その中に帰化情報があります。それにより確認しております。はじめにラモス・ルイさん。ドーハの悲劇の時の全日本10番です。生年月日1957年、昭和32年2月9日生まれ。平成元年11月22日の官報です。生年月日が昭和32年2月9日と一致します。通名ルイ・ラモスさん、ルイ・ゴンサルベス・ラモス・ソブリーノで帰化しています。続きまして、ロペス・ワグナーさん。全日本のフォワードとしても活躍されました。生年月日は1969年、昭和44年1月29日生まれ。平成9年9月12日の官報です。1969年、昭和44年1月29日生まれと生年月日が一致します。ワグネル・アウグスト・ロペスで帰化しています。ご家族で帰化されています。日本のワールドカップ初出場の際に活躍されました。当時韓国がずるいと言っていたのを覚えています。続きまして岡本雅宏さん。岡本雅宏さんはジェフ市原のゴールキーパーとして活躍されました。生年月日は1983年昭和58年5月17日です。平成12年7月7日の官報です。1983年昭和58年5月17日と生年月日が一致し、雅宏と名前が一致します。民族名は金雅宏さん。岡本雅宏さんは帰化しております。続きまして岡山和成さん。岡山和成さんは横浜マリノスなど J リーグで活躍し、今は指導者として活動されています。1978年昭和53年4月24日生まれです。平成11年12月6日の官報です。今日和成と名前が一致し、1978年昭和53年4月24日生まれ、生年月日が一致しております。岡本和成さんは民族名今日和成さんです。続きましてハーフナーマイクさん。日本代表でもありましたハーフナーマイク選手です。1987年昭和62年5月20日生まれです。平成5年12月21日の官報です。ハーフナーマイクと1987年昭和62年5月20日生まれ、生年月日も一致しております。ご家族で帰化されております。お父さんのハーフナーディドさんも元サッカー選手です。ゴールキーパーとして活躍していました。日本人初の親子 J リーガーだそうです。続きましてアダウト・アレシャンドレ・マッソンさん。選手時代はブラジルで活躍して、日本ではゴールキーパーコーチとして務めていた方です。1978年昭和53年3月27日生まれ。平成26年1月27日の官報です。アダウト・アレシャンドレ・マソン。1978年昭和53年3月24日生まれ。名前と生年月日が一致しております。続きましてサントス・アレサンドロさん。日本代表として長く活躍された方です。1977年昭和52年7月20日生まれです。平成13年11月12日の官報です。1977年昭和52年7月20日生まれと生年月日が一致します。アレサンドロ・ドス・サントスさんということで帰化しております。続きましてサントス・アデミールさん。サントス・アデミールさんは清水エスパルスで活躍していました。1968年昭和43年3月28日生まれ。平成7年9月6日の官報です。1968年昭和43年3月28日生まれと生年月日が一致して、
アデミル・ビエイラ・ドス・サントスと帰化されております。続きまして上原エドウィンさんです。上原エドウィン選手は浦和レッズに所属していました。1969年昭和44年7月21日生まれです。平成6年5月24日の官報です。1969年昭和44年7月21日生まれ、生年月日が一致して上原エドウィンと名前も一致しております。上原エドウィン選手は帰化しております。続きまして平山壮太選手です。平山壮太選手は元日本代表のフォワードです。 J リーグのみでなくオランダでも活躍しています。1985年昭和60年6月6日生まれ、平成8年2月13日の官報です。1985年昭和60年6月6日生まれと生年月日が一致する新壮太さんがおります。壮太と名前が一致しますので平山壮太選手の民族名であることが分かりました。ご家族で帰化しています。続きまして林雄介さん。林雄介選手は浦和レッズに所属していました。1990年平成2年1月23日生まれ、平成20年4月24日の官報です。林雄介さんで帰化しております。1990年平成2年1月23日生まれ、同生年月日も一致します。林は凛とそのまま民族名になるようです。続きまして田代洋介さん。田代洋介選手はヴィッセル神戸に所属していました。1995年平成7年6月27日生まれ、平成26年12月11日の官報です。民族名金陽介と陽介が一致し、1995年平成7年6月27日生まれと生年月日が一致します。田代選手は帰化しております。続きまして田中マルクス・トゥーリオさん。田中選手は元日本代表だったこともある J リーガーです。1981年昭和56年4月24日生まれ、平成15年10月9日の官報です。1981年昭和56年4月24日生まれと生年月日が一致するこの方です。マルクス・トゥーリオ・ユージ・ムルザニ・田中という名前で帰化しております。続きまして比嘉リカルドさんです。比嘉リカルド選手はアルビレックス・新潟に所属していました。1973年昭和48年5月4日生まれです。平成15年8月11日の官報です。リカルド・ヒガーと名前が一致して1973年昭和48年5月4日生まれと生年月日も一致しております。帰化しております。続きましてリー・タダナリさん。リー・タダナリ選手は京都サンガに所属していて日本代表でもありました。1985年昭和60年12月19日生まれ、平成19年2月9日の官報です。リー・タダナリさんのまま帰化しておりまして、1985年昭和60年12月19日生まれと生年月日も一致しています。通名を使っていない方です。続きまして野口ピント・エリキソンさん。野口ピント選手は柏レイソルに所属していたゴールキーパーです。1981年昭和56年1月27日生まれ、平成15年4月23日の官報です。1981年昭和56年1月27日生まれと生年月日が一致します。エリキソン・フランキー・野口ピントとして帰化しておりました。続きまして松田和也選手です。松田選手はガンバ大阪に所属していました。フットサルの日本代表選手でもありました。1973年昭和48年8月23日生まれ、平成14年4月3日の官報です。民族名シャカズヤと名前が一致します。1973年昭和48年8月23日生まれと生年月日も一致しますのでシャカズヤさんが松田選手になります。続きまして宮澤ミッシェルさん。宮澤ミッシェル選手はジェフ市原に所属しており、
日本代表のファルカン監督の時には日本代表候補にも選ばれました。1963年昭和38年7月14日生まれ。平成5年1月21日の官報です。1963年昭和38年7月14日生まれと生年月日が一致しております。レジョン・ミッシェル・ウジュンジとして記載しております。続きまして吉村大志郎さんです。吉村選手は日本サッカーリーグ初の外国籍選手としてヤンマーディーゼルで活躍されました。日本サッカー界のために尽くされました。1947年昭和22年8月16日生まれです。昭和45年11月27日の官報です。ネルソン吉村、1947年昭和22年8月16日生まれ、帰化しております。続きまして与那城ジョージさん。与那城ジョージさんは J リーグになる前の読売サッカークラブで活躍されました。現在はサッカー指導者です。1950年昭和25年11月28日生まれです。昭和60年1月16日の官報です。1950年昭和25年11月28日と生年月日が一致します。ジョルジ・ヨナシロとして帰化しております。今回は以上になります。以上20人になります。まだまだいらっしゃるようですので後日ご報告したいと思います。他の動画をご覧ください。チャンネル登録もお願いいたします。ありがとうございました。失礼します。